来ましたか。実は町の人々にはまだ言っていないことがあります。二国間同盟の締結により、ラント領は我がストラタ軍の進駐下に置かれることになりました。これからは僕が進駐軍総督として政務全般を取り仕切ります。なんだその話は。俺は全く聞いていない。ウィンドル政府とストラタ政府の協議で決まったことですから。お聞きしますが、実際問題あなたに何ができるのです。現に今も我が軍の力を当てにしているだけではありませんか。それで領主が務まるとでも。それは今のラントに必要なのは何より現実的な力です。僕にはそれがあります。ストラタ軍を指揮してこの地に平和と安定をもたらせます。僕はストラタへ渡って7年の間、ひたすらに研鑽を重ね、今の地位を得ました。故郷を顧みることもなく遊んでいただけのあなたとは違うということです。俺が騎士学校でどれほど厳しい訓練に明け暮れたと思う。見てもいないで知った風なことを。わかりました。そこまで言うなら、あなたの訓練の成果を今ここで拝見しようではありませんか。ではこうしましょう。僕があなたに勝ったらラントを退去していただきます。僕が負けたらあなたが領主と認めますよ。冗談じゃない。そんな約束できるわけないだろ。逃げるならそれでも構いません。所詮あなたのやってきたことなど卑小な自己満足にしすぎないですし。じゃあ自己満足だったかどうか試してみればいい。やっとその気になっていただけましたか。僕の力はもうお分かりでしょう。7年前とは違いますよ。ユーバート！ラクアパレット！そこだ！天皇が！断崖が！そこだ！ラクアパレット！そこだ！コガハザ！どうした！そこだ！リガチカ！フレアショット！ユーバート、お前、そこまで。だから言ったでしょう。あなたと僕は違うと。約束通り、ラントから出て行っていただきましょうか。ユーバート、一体何が